皆様改めて本日もようこそご参加くださいました。お寺から健康習慣を推進するヘルシーテンプルオンライン、本日も今161名の方ですね、多くの方にご参加をいただいております。いつもありがとうございます。今日の言葉です。今日は諸行無常という言葉について皆様と一緒に味わってみたいと思います。諸行無常という言葉は聞かれたことはあるかと思いますけれども、意味としてはですね、あらゆるものは常ではない、あらゆるものは変化する、そういう意味の言葉になります。仏教の根本真理をまとめたものとして三宝印、四宝印というものがあります。でこれは仏教の根本的な考え方であって、また仏教が土台にしている価値観というふうに理解すると分かりやすいかと思います。その仏教の根本的な考え方である三宝印、四宝印とは、諸行無常、諸法無我、一切皆空、涅槃寂静のことです。この4つで四宝印といって、また一切皆空を抜いた3つで三宝印と言っています。で本印とは仏法の旗印というような意味です。今回の諸行無常はこの三宝印、そして四宝印の中の一つに分類されるものでして、仏教の根本的な考え方、真理の一つと言われます。ではなぜ経典の方にですね、諸行無常ということが説かれているのでしょうか。あらゆるものは常ではない、あらゆるものは変化する、そういった言葉から我々は何を学ぶことができるのでしょうか。ご一緒に考えてみたいと思います。諸行無常について、ブッダお釈迦様はこのような言葉を残しておられます。一切の形成されたものは無常であると明らかな知恵を持ってみるときに、人は苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。一切の形成されたものは無常であるというところが諸行無常という言葉になります。すべてのものは常ではなく変化するということを明らかな知恵で見る、明らかに知ることで人は苦しみから遠ざかり離れるというんですね。ということは逆に言うと、我々は変化することに対して苦しみを覚えているということもできるかと思います。あまり変化したくない、変わってほしくないという思いが我々にはあったりします。分かりやすいのがですね、年を重ねることかと思います。年を重ねる苦しみのことを仏教では老苦と言っています。我々はできれば若くいたいですし、見た目も体の感覚もですね、若い頃のままでいたいと思うこともあるかと思うんですね。しかし、実際には年を重ねていくわけですね。若くいたいという思いと年相応の現実との間にギャップが生まれて、その変化に苦しみを覚えるわけです。ですからお釈迦様は自らも含めてあらゆるものは変化するんですよ、そのことを明らかに知ることは大事ですよと言っているわけです。変化することを明らかに知るとは、この今のロークの話で言えば、人は年相応に年を重ねていくということを前提にして考えておくということでしょうか。それによって年を重ねることは自然なことなんだなと自ら納得することができたり、年を重ねることに対する不安や苦しみが少し和らぐという結果につながるのかなと思います。ただし社会生活を営む我々の日々を考えると、若くいたいという気持ちが悪いかというと、そうとばかりも言えないと思うんですね。若くいたいという気持ちから、元気であろうと運動をしたり、食事に気をつけるということにもなりますしね、若くいたいという気持ちがあることで実際に若々しくいられるという方もおられると思うんですね。我々はこうしたい、こうありたいというような望みや願いを持ちながら生きています。それが俗世を生きる我々でもあります。ただその思いが強すぎると、その望みが叶わない現実に苦しんだり、年を重ねるというような、変化していくことに対して不安や苦しみが生じます。ですからあらゆるものは変化するんですよ、そうしたことを明らかに知ることが大事ですよ、
それによって不安や苦しみが少し和らぐということがありますよ。まあ、そうしたことを諸行無常という言葉からね、味わうことができるのかなと思います。改めて今日の言葉は、諸行無常という言葉についてご紹介をいたしました。あらゆるものは常ではない、あらゆるものは変化する、そのことを明らかに知ることで人は苦しみから遠ざかり離れる。この言葉からですね、皆様はどのようなことをですね感じられたでしょうか。そしてウェルビングダイアログカードより今日の問いです。ありのままでいられるのはなぜ、ありのままでいられるのはなぜ。この後ご参加の皆様と今回の話の感想や、また今日の問いについてお話をしてまいりたいと思います。